カンナダ語、カンナダ語、カンナダ語は、ドラビダ語族の中で最も古い言語の一つで、2001年時点で約3770万人の和者人口を持ち、多様な方言に分かれている。南インド4州の一つ、カルナータカ州の公用語である。独自の文字、カンナダ文字が使われる。稀に、カナラ語と称されることもある。 カンナダ語は2500年にわたって話されており、カンナダ文字の筆記法も1900年前から使われている。カンナダ語の初期の発展は、他のドラビダ語族の言語と同様である。過去数世紀の間、カンナダ語は、テルグ語、マラヤラム語と共に、サンスクリット語から来いと文学的スタイルについて、極めて強い影響を受けてきている。カンナダ語は、屈折語で、 三つの性を持ち、男性、女性、中性、二つの数、単数、複数がある。性、数、時性、その他によって屈折する。口語と文語で大きく異なっている。カンナダ語の口語は地域によって変異がある。一方、文章語はカルナータカ州全般であまり変わりがない。エセナラグは、およそ二十の方言を区別している。コダバ、コダバ。 コールグ地方、クンダ、モッパラクンダプラ地方、ハビヤカ、ハビカ、ダクシナカンナダウッタラカンナダ、シモガサガラやウディピ地方のハビヤカバランたち、アレバシェ、アーボッシュ、ダクシナカンナダのスリア地方などである。カンナダ語は主に、カルナータカ地方とベンガルール、そして隣接するアーンドラプラデーシュ州、マハラシュトラ州、タミルナード州やケーララ州で話されている。 アメリカ合衆国とイギリスにもまとまった数で、カナダやオーストラリアにも少数だが、カンナダ語話者がいる。カンナダ語は、インド憲法の第8不足に掲載されている22のインドの公用語の一つであり、カルガータカ州の公用語である。A, I, U, E, O の5つの田んぼと、A, E, O, U, A の5つの長母音がある。田んぼの A が、A、 と、の二つの音素に分かれる方言もある。カンナダ語には、以下の子音音素がある。p, p, b, b, t, t, d, d, k, k マイメトル、F、v, s, h, r, l.c, c, j, j, f は、英語などの借用語のみに現れる。また、p, b, t, d, k, c, j の帯気音とは、サンスクリットその他の借用語に現れる。ミナミカルナータカの話し言葉では、大気音の代わりに無気音が使用される。カンナダ語の発音、表記においては、連乗と呼ばれる現象が起きる。連乗とは、語と語、または、語と節字などが連続する場合の発音と、その表記の変化のことである。連乗は、 インド諸言語に見られる現象である。カンナダ語を含めたドラビダ語では、連上規則に基づき、形態素が順次付加されて語が形成されるため、語形成の点で見ると膠着語的性格が強い。カンナダ語は、設備時を持つ定形同士の場合、語感の後ろに、刺激のマーカー、時性のマーカー、認証のマーカー、数のマーカーが付く。また、カンナダ語では、 否定型が独自の活用を持つ。この場合、通常五感につく、次性マーカーがつかず、五感に直接認証のマーカーがつく。例えば、バーレルは、来るという動詞に一認証単数のマーカーが直接ついた形であり、私は来ない、来なかった、来ないであろうという意味を表す。術語にならない否定形同詞には、動詞的分子と連帯分子があり、 そのうち動詞的分子には、しながら、してからといった意味を加える設備字がつく。カンナダ語には、反響語という現象があり、これを重複の範中に含める考えもある。反響語は、語形成法の一つである。南アジアの諸言語を中心に広く見られる現象であり、略語、定義は、一般言語学において確定していない。インドの諸言語の場合、 元の語の語頭音節の部位全体、もしくはを特定の形態素に置き換えるか、母音置換を行うのが一般的である。南部ドラビダ書語では、この反響語の現象はかなり生産的で、大体の形態素も一定である。意味としては、創造的な意味、上位概念語、不確定性、やゆ、意味的な堕落を表す。カンナダ語の例、オラ、ハラオラヘラ、ハラかどこかから、 ヘラを加え、不確定性を表している。基本語順は祖父である。助動詞に当たるものは、動詞の後ろに来る。高知詞を持つ。所有者は所有される名詞の前に、形容詞は形容する名詞の前に来る。非行為者を、主格、行為者を具格で表し、動詞的分子に補助動詞を加えた、複合動詞を使って表現する。または、行為者を表現せず。 非行為者を体格で表し、複合同士を使って表現する。テンス、時生やアスペクト、層は、設備時で表現される。直節法、命令法、気球法、可能法がある。ナムスカー、おはよう、こんにちは、こんばんは、さようなら。ナマスコリガル、おはようございます、こんにちは、こんばんは、さようなら。サラム、おはよう、おはようございます。 こんにちは、こんばんは、さようなら。s a t リーアコル、おはよう、おはようございます。こんにちは、こんばんは、さようなら。ジドリりー、ご機嫌いかがですかアーラーマイディーン、チェナジディーン、元気です。ダニアワデンガールー、ありがとうございます。以上は、基本的な挨拶表現である。主に、古代インドのブラーフミー文字から字体が変遷してできた。 カンナダ文字が使用される。曲線の多い字型が特徴である。歴史的に東のテルグ文字と同じ変化を辿ってきた文字であるためにテルグ文字とジボの形が似ている。場所要所、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。